い、でね、チャンネル登録、そしてね、いいねボタンね、よろしくお願いしますね。ですけども、2オーナーです。え、1オーナー、いつも1オーナーですとかね、2オーナーです。で、その1オーナー目っていうのがね、実は私なんですよ。はい、皆さんこんにちは、ハレダビソン東久留米の伊藤誠です。今日もですね、皆さんにホットな中古車をお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日ね、お送りするのはね、2019年 FXDR114、 こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。でね、これ FXDR なんですけれども、もうね、今やね、もうね、これ新車で購入することはもうできなくなってしまいましたね。もうはい、制作のがもう終わってしまったんですよね。なので、かなり貴重な1台です。そう、今日はね、このね、貴重な1台をね、皆さんと一緒に見ていくんですけれども、見た感じね、これすごいと思うのはね、やっぱりね、後ろのタイヤですよね。これね、240ミリ履いてます。現行で今240ミリ履いてるっていうのと、ファットボブ、ファットボーイと、それから、ブレイクアウトがありましたね。その2個と、やっぱりこの DR と、3種類この時はあったんですけども、今こちらの DR に関しては、もう販売の方が終わってしまいました。でね、アメリカでもね、最も人気あるね、ドラッグレース。こちらからね、インスパイアを受けて制作されても言われてます。ただね、直線性能にね、特化しただけじゃなくて、旋回性能もすごくね、よくできてますんでね。今日はね、そんな1台をね、皆さんと一緒に、カスタムを見ながら、お送りしていきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、気になる距離から見ていきたいと思います。で、距離の方が、6746キロですね。はい、まだまだいけますね。はい。で、ハンドル周りちょっとこのまま見ていくんですけれども、これグリップヒーターついてます。はい、こちらですね。これかなりね、グリップヒーターね、いいやつで、このラバーになってますよね。これがね、すごくね、手にね、馴染むんですよ。なのでね、結構あんまりグーッと、ね、強い力で握らなくても結構アクセルワークはね、しやすくなってます。左側にダイヤルがついてますね。はい、こちらですね。はい、ちょっとね、メーターのね、方のね、ちょっと説明したいんですけれども、まずね、鍵持ってる状態でこのメインスイッチ入れますね。こちらです。今ちょっとガソリンが少ないんで R64 って出ました。これ何を表示してるかっていうと、あとだいたい約64キロ走れますというのをね、表示してます。これレンジですね。まずこれがオドメーターですね。走行距離で、先ほど私がお伝えした距離ですね。はい、そしてトリップメーターで、トリップです。まあ、任意にこれ0にすることができるので、長押し0にして距離測りたいとか、こちら使ってください。で、これが2つありまして、 A と B と同じ機能がついてます。はい、でまたレンジで、はい、時刻ですね。こういう感じです。はい、じゃあイグニッション切ります。はい、で今ね、先ほどイグニッションオンにした状態で、今いろいろ操作、メーターの操作したと思うんですけど、それで、ね、このねトリップボタン、こちらでね、操作しています。これだけで操作するのは、はい、ですね、タンクですね。はい、こちらにね、タンクキャップ、これついてるんですけども、鍵付きではなくてね、これあえてね、こうやって手で回して開くタンクキャップになってます。こちらからガソリン入れます。はい、こういう感じですね。はい、でね、フロント周り見ていきたいと思います。でね、まず今ね、イグニッションオンになってるんですけれども、これ LED になってますよね。これかなり明るいですね。もう標準でこれがついてます。はい、でね、ちょっとハンドルの方にちょっとね、見てもらうと、ちょっと一部腐食してますね、このね、ミラーのところですね。フォークの方は、倒立フォークがついてますね。先ほど冒頭でね、ドラッグレースにも出てるっていうことと、あと旋回性能がすごくいいって言ったんですけど、やっぱりこういうね、フロントフォークなんかは倒立フォーク使ってたりですとか、随所にそういうところが入ってます。で、今ね、いっぺんにお伝えするんじゃなくて、ちょっと徐々にそれね、お伝えしていきたいと思います。で、フロントの、タイヤ。で、前が19で、後ろが18入ってます。やっぱりね、こういうところもね、より、旋回性能を良くするために、こういう作りになってますね。ブレイクアウトってもうちょっと大きいですよね。はい。で、DR の場合は、ちょっとこういう、のがついてます。で、これね、あとね、ホイールもすごくかっこいいですよね、これね。これ DR は DR 専用のこのホイールになってますね。はい。はい、でね、エンジン周り見ていきたいと思います。でね、まずね、パッと目を引くのはね、やっぱりこちらですよね。このエアクリーナーね。はい。まあ、ヘビーブリーザータイプをチューニングされるときに結構つけられる方とか、やっぱりこれが吸気効率がいいと言われてね、つけられる方って結構いらっしゃると思うんですけれども、もう最初からね、これがついてます。FXDR 用に開発されて、ついてるので、もうこれのままで開発されてます。あとね、もう一個ね、注目していただくのがこのマフラーですね。これもね、車検対応で、で、しかもすごく軽いんですよ。これもスクリーミングって今大きく書いてあるんですけども、これも変わってます。はい。で、あとね、カムシャフト、こちらも変えました。っていうね、これステージ2なんですよね。でね、シャフトに関しましては、ティーマンのね216が入ってます。なのでかなりね強いです、これ。はい。で、
これ全体で開発され、まあ、ちょっと幹部は違うんですけど、開発されてるので、すごくね、排気も吸気もね、ものすごく良かったです。これ100馬力超えてきたんじゃないかなと思ってますね。はい。そういうね、すごくね、いいチューニングがされてます。はい、まあ、後ろの方ちょっとね、これ立ちこぎした後ですから、ちょっと傷ありますね。はい、でね、後ろ回り来ました。まずね、なんと言ってもね、あともう一つ目を引くのはね、こちらですよね。240mm のタイヤですよね。これかなりやっぱり太いですよね。これがやっぱ迫力すごくあります。で、このね、ハーレーダビッドソンって書いたね、このホイールをね、やっぱりこれ、フロントもそうなんですけど、フロントと合わせて、こういう風にして DR 専用にこれ作られたホイールです。これもやっぱりね、かっこいいですよね。はい、でね、左側来ました。で、プラグとプラグケーブルも変わってます。まあ、よく見てもらうと、これ真っ黒じゃなくて、これスクリーミングイーグルってこれ文字が入ってますよね。はい、で、プラグも変わってます。はい、じゃあね、気になるね、足付きの方見ていきたいと思います。結構ね、後ろのタイヤが太くて、ここら辺もちょっと太いんでね、ちょっとどうなんだろうって方は結構多いと思うんですけど、私がね、169センチ。はい、またがりますね。はい、こんな感じですね。まあ、傾けた状態から、はい、起こします。あ、ベタ足つきますね。ちょっとね、マフラーのところにこれ足つくんですけれども、ヒートガードのところにちょっと足つくので、まあ、特に問題はないかと思います。前傾になりすぎず、あと体が大きすぎずで、結構いいポジションですね。はい。で、足乗せるとこういう感じです。で、フォアコンを結構イメージされる方って結構前の方にこういう風にね、足元行くんじゃないかなっていう風に思われる方結構多いと思うんですけど、特にね、そんなに気にならないですね、この位置だとね。はい。特にこのミッドコンにする必要もないかなっていうぐらい、足は置きやすいです。いかがでしたでしょうかね。2019年 FXDR114 お送りしたんですけれども、ちょっとね、最後ね、言い忘れちゃったんですけど、ETC がね、この中に入ってます。はい、こちらですね。開け閉めできますんでね。はい。これ、ちらの車両なんですけども、2オーナーです。ワンオーナー、いつもワンオーナーですとかね、2オーナーです。で、そのワンオーナー目っていうのがね、実は私なんですよ。最初に私がこの車両を乗ってて、まあ、株交換したりですとか、あとマフラー変えたりですとかして、しばらく乗ってました。その後、まあ、お客さんの手に渡って、でそのお客様も今回違う車両に入れ替えられて、で、またこれが、中古車、そういうことで出てたという状態です。なので、ね、新車時から、当店でメンテナンスさせていただいたので、状態はすごくいいと思います。はい。で、あと全国配送費無料ですので、まあね、この動画見ていただいてね、ちょっと気になると思った方は、ぜひね、いいねボタンを押した後に、東久留米までお問い合わせいただければと思います。ということでね、今日も、伊藤誠がお送りさせていただきました。また気になるおまけもね、入れときます。